エンスヘでは、オランダのオーファーアイセル州にある、基礎自治体である。東側は、ドイツのノルトベストファーレン州と接している。中世から20世紀初頭にかけて、繊維産業で栄えた町である。いつ頃からこの地に人が住み始めたかは定かではないが、中世初期には、小さな集落と市場があったことは確かである。集落の名前は、アネシドといって、 国境の近くのという意味合いであった。1325年には、ユトレヒト市教から都市圏を認められ、当時建設費用が高かった石造りの城壁ではなく、溝や柵、池垣を用いた防壁を築いていた。現在でも通りの名に、ノールーダーハーゲンというような名前が残っているように、旧市街では当時の街録が一部残っている。 当時の町は主に木造の建物で構成されていたため、火災により大きな打撃を受けた。1517年、1750年、1862年の火災は有名である。町の主要産業は、綿織物産業で、19世紀初期には、ボマインという綿朝コ棒の織物の大規模な輸出向け生産をしていた。織物産業の流星とともに、 街も急速に大きくなり、オランダで初めて市街地拡張計画が立てられたことでも有名である。第二次世界大戦時にはドイツ国境が近いこともあり、オランダで最初にドイツ軍に占拠された都市となった。戦争後期にはドイツの街と間違われて連合国軍の爆撃に何度もさらされた。1970年代になり、 繊維産業は東アジアとの競争に破れ急速に廃れた。荒廃した町はオランダで一番貧しい町と言われるまでになってしまったが政府による市街地再開発などが走行し少しずつ経済も復活することとなる。町はユーリジェノルセンターと位置づけられ経済開発が行われるとともに旧市街中心は自動車乗り入れが規制された地区に指定されている。 2000年5月13日、エンスヘデにあった花火の保管倉庫に火災が発生し、貯蔵してあった100トンの中国製花火に引火して大爆発が発生した。この事故によって消防士を含む20名以上が死亡、900名以上が負傷、1000名が住居を失った。また、損害額は8,900万ドルに達し、オランダでは、 第二次世界大戦以後最大の第三次となった。事故の原因は、倉庫の所有者による放火であると言われている。街の北 5km の位置に、エンスヘデトゥエンテ空港があるが、現在旅客便は就航していない。高速道路 A35 が、自治体内を通過している。エンスヘデ駅より、ユトレヒト中央駅経由デンハーグ中央駅行き、インターシティが1時間に1本。 アムステルダム南駅経由スキポール空港駅行き、インターシティが2時間に1本運行されている。また、国境を越える列車として、ミュンスター行きが1時間に1本、ドルトムント行きが1時間に1本運行されている。エールディビジに所属するサッカークラブ FC2 エンテがエンスヘデを本拠地としている。ありがとうございます。